近年、自然災害や異常気象が深刻化していますが、各国の首脳が地球温暖化対策を話し合う気候行動サミットが、アメリカ・ニューヨークの国連本部で23日に開かれ、将来の地球環境に危機感を強めました。この気候の変動によって、想定外の自然の猛威に直面することが非常に多くなってきておりますけれどもね、はい、4年前に関東東北豪雨で1人が犠牲となった栃木市では、命を守る迅速な避難を心がけてもらおうと、初めての防災シンポジウムが開かれました。自然災害は忘れた頃にやってくる。かつてはこう言われていましたが、現在は忘れる暇もなく私たちの生活に襲いかかります。今月、首都圏を直撃した台風15号は関東南部で記録的な暴風となりました。倒木で電線が切れるなどの被害で、千葉県の広い地域では停電が長期化しました。今もなお想定外の事態に多くの人が苦しんでいます。災害が少ないと言われる栃木県も例外ではありません。4年前の関東東北豪雨では3人が犠牲に。このうち栃木市では水没した軽乗用車に乗っていた高齢男性1人が亡くなりました。水害や土砂災害からどのように私たちの命、そして生活を守るのか考えます。このシンポジウムは県、栃木市、そして宇都宮地方気象台が共同で開いたもので、県内各地からおよそ300人が参加しました。一つ冷静に、もう一つ初動に 100% をかけろ。栃木テレビでニュースを担当しているフリーアナウンサーの篠田和幸さんです。篠田さんは阪神・淡路大震災、東日本大震災、関東・東北豪雨と多くの災害報道の現場を経験。この日は自身の経験をもとに危機管理の在り方を訴えました。災害報道と災害対処は予測が命です。危険な情報を予報が出ているのに、過去の経験からの過信、大したことではならないだろうという根拠のない思い込みをしてしまうこと、これは大災害においては敵そのものです。特別警報がもう出るかもしれない、それからどこどこで土砂崩れが起きているかもしれない、電車が止まるかもしれない、何が起こりうるのかということを常に想定して動くということが、特に初動の段階においては極めて大事なことになります。最悪の事態を想定して動く、その際に重要となるのが司令塔、リーダーの存在です。リーダーに求められるものとは、何を差し置いても冷静であることです。慌てず騒がず怒鳴らず、有事の時に大きな声でみんなに伝わるようにしようと思って怒鳴っちゃダメなんですよ。そしたらみんな心理的にパニックになっちゃいますから、周りにいる人は。また誰もが情報を発信できる SNS 時代、篠田さんは身の回りの最新情報を発信するため、SNS を有効活用してほしいと呼びかけます。うちの例えばガソリンスタンド、今日8時までやってますとか、その一文載せるだけでもいいですよね。もし東日本大震災、そして関東東北豪雨がもう一回起きたら、何ができるだろうか。スマートフォン時代の災害です。常に時代の変化が、技術の発達が起きます。それに合わせた備え方を常に考えてシミュレーションしておく、被害を最小限に食い止められる、二次被害、特に二次被害を食い止められる、その一歩につながるのではないかと思います。
まあ私もスマートフォンは持ってるんですけど、使い方がねいまいちまだできないんで、ただこれからは必要なんかなと、まあ思いました。リーダーとして、まあ大切な冷静であり、興奮せずにっていうことが一番印象的であり、自分にとっても勉強になったな。皆さんとちょっと会うときにはやっぱり自分自身のことは自分で守ろうねって感じの話をねちょっとしたいなと思いました。